しばらくこの家に暮らす。狭いけどなんとかなるでしょう。え、お父さんと一緒に暮らせって無理だよ。いきなり誰か一緒に暮らしてる人いるのか。伊藤康明と言います。年が離れすぎてやしませんか。あんま気にしたことないよね、うん、収納ソースは悪魔のソース。運命人ならウースター。ウースターじゃなくてウスターソースだって。お父さん落ち着いてください。今逃げません。どこの世界に逃げるピンがありますか。見てる。これこの箱なんすか。お父さんこれ、あんまり親切にしてるとやついちゃうかな。都合がありますか。またやったのか。始まりです。えない、カバンがない。君たちね、もう僕はすぐ死ぬんだよ。最後の時ぐらい好きにやって何が悪いんだい。だってお父さん爆弾みたいな人なんだもん。これから先一緒に暮らすってなったら絶対爆発するもん。帰りたくないんじゃなくて帰れないなんじゃないの。嫌だよ私、お父さんか伊藤さんどっちか選ばなきゃなんて。仕方のない人たちだな。お父さんと伊藤さん、お父さんと伊藤さん、お父さんと伊藤さん。